始まって。こんにちは。今日は一日遊びます。お昼ご飯です。お昼ご飯は、フロントで、モッツァレラチーズパスタとアボカドのサラダと、明太子パスタと、ココアです。美味しい。かわいい今からどこ行くの？今から、渋谷来たので新大久保に向かいたいと思います。サバ行く？お腹いっぱいだけど喉が渇いたじゃん。サバ行く？新大久保で行こう。はい、でサバ行く？なんでそんなルンルンなの？でさ、サバ行く？なんで？ごめん、ちょっと聞こえない。スタバ行かない？あ、後で行こう。あ、スタバ行かない？うん。スタバ行く？行かない。あ、アップにできない。YouTube で使っていいよ。OK。 汚い。大丈夫？新大久保来ました。どう？何食べる？マカロン。マカロン？ツンカロン。ツンカロン？あ、いいよ。ツンカロンって何？ツンカロンって言った今。では見てみよう。ツンカロン、あ、いいよ。ツンカロン、ツンカロン、ツン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 カロン。ツンカロン。チキンにさ、チーズつけてさ、食べるやつあるじゃん。よかった。お腹空いてる。うん、お腹空いた。減らしたお腹の中。どういうこと？本当はここでお昼ご飯食べたかったのね。でもお腹空いちゃったじゃん、さっき。だから食べちゃったけど、お腹減らしたから大丈夫。弥生軒あるじゃん。普通に弥生軒で食べた。何言ってんの、本当に。ハットで買いました。届きました。伸ばすよ、マジで。いいよ。ガチって。うん。おお。頑張れ。マジ？チーズしか勝たん。当たり前。新大久保まで来てハロハロはセンス良すぎだと思いませんか？梅の組ペタググミ乗せられました。ハロハロしか勝たん。明日健康診断。やばくない？そう、本日断食するつもりだったんですよ。はい、まあ、昨日遊ぶことが決まって、うん、まあしょうがない、うちら姉妹だから。これなんだっけ、なんか韓国のプリクラ。さっきこれ汚したので、映らないかどうか。はい、りょうくん、お土産です。はい、はい、開けてください。はい、なんだ、開けてみて。食べ物、冷たい。マカプレッソ。ほやば、めっちゃ豪華。あなたの一日が星より輝きますように。見てください。やばい、映えとりますね。よくない？こちらがベリーベリー、ストロベリー、ラズベリーのベースのクリームとクリームチーズベースのクリームの相性抜群ハーモニー。自家製いちごジャムの甘酸っぱい酸味がポイント。デジバー、サクサクなクランチ入りのバニラクリーム
の中に自家製のいちごジャムが入っている老若男女でも美味しくいただけるお味。こちらもいちごジャムとなっておりますね。続いてこちらがロータス、ロタース、ロタースだ、ロタース。シナモンの味が効いた香ばしくてコーヒーと相性のいいマカロンです。コーヒーと相性がいいということでママに買ってきました。あら、チョルティーキャラメル。お塩味が効いたキャラメルクリームとプレッツェルの相性がバッチリということで。はい、やっと説明で、私が食べたいのはこれだからこれ食べていい？じゃあこれ食べる。やばちゃん、くざ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 。超美味しそう。いただきます。ふぅ、これね、今日行った友達のお姉ちゃんが新大久保学校帰りに毎日行ってたんだって。それでマカロンのお店毎日行って、その中で一番美味しいところなんだって。アイスみたい。冷たい、うん、ってこと。冷たいっていうかアイスみたい。な、何がアイスみたい。味っていうか、なんか食感っていうか。で、思ったよりザクってしてないけどめっちゃ美味しい。で、怖いな、これアイスじゃん。バニラの味がするの。いや、ちょい口食べてほしい。ちょい口ね。サクサクなクランチ入りのバニラクリームの中に自家製のいちごジャムだって。バニラクリームだって。一口ちょうだい。オレオみたいなね。そう、ほんとだ。アイスって言った意味がわかる。うん、おいしい。これ早めに食べた方が美味しい。クリームチーズって感じだよね。美味しい。早めに食べた方がってどういう意味？なんか味が違う、最初と。最初の一口の方が美味しかったってこと？うん、そうか。なんか時間経つにつれて、うん、最初の方が美味しかった。だからね、最初の一口の方が良かったんでしょ。うん、多分ね、バターが効いてる。うん、重いんだよね。こっちの方が軽いな。ママこれいくね。うん、コーヒーに合うという噂の。コーヒー、これチョコ味もあったんだけど売り切れだった。うまーい。もうめっちゃ粉だねっていう。周りロータスの、ロータスを砕いて粉にしたのを貼り付けてある。めっちゃいいそれ。もうすごい美味しい。これ食べた方がいい。よかった、ママあんまマカロンこれ好きじゃないと思った、うんうん、すぐ食べ終わっちゃった。きたね、これ美味しいね。うまっ。これさ、緑がすごいからさ、どんな味がこう襲ってくるのかと思ったら、緑やばい。これ粉絶対最初ホッってなると思ったらロータスだったね。もう鼻からすごい抜けるって。美味しい。買ってきてよかった。これ中はキャラメルクリームかな。うん、美味しい。そして野暮なことを聞くようですが、おいくらだった？4個で1500円。あ、そうなの。1個500円ぐらいだと思った、うん、これ一番色的にまともだよね。優しい。美味しい。マジ美味しい。これやばい。これが一番美味しいかも。え、ロータス迷う。ロタースね。ロタース。どこれ。マカロンでございます。どこれ。食べるこれ。一番なんか噛み切れないね、うん、ママはロタース。これちょっと甘いな。よかった、美味しくて。本当に美味しかった。びっくりした、舐めてたでしょ、最初。あ、出た出たと思ったでしょ。そうそう、あ、流行りのやつね、はいはいはいと思った。友達に、ここのマカロン本当に美味しいから食べようって言われた時、あ、出たと思って、食べたいのないって言ったの。でも友達がお土産で家に買ってくって言ってたから、あ、じゃあ私も家に買ってこって思って買ってきたのね。びっくりした。うん、陳謝陳謝。ポチン。違う違う。せーの、ごちそうさまでした。美味しかったです。ロタースね、また買ってこようね。以上、友達と遊んだ日の一日ブログでした。バイバーイ。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。この他の動画も